少女の世界2 15分で追いつけるスペシャル、イエーイ。せーの、パパラピーズです。はい、田中がです。ジンジンです。ということで始まりました。今回はですね、まあ、現在アベマで放送中の大人気韓国ドラマの少女の世界2をご覧になっていない方にですね、15分で説明しようという企画でございます。シーズン1は、まあ、女の子の友情が、まあ、テーマになってたんですけれども、このシーズン2はですね、あの女の友情になんと初恋が絡んでくるという、ややこしくなれちゃいますね。これほんまになんかね、学園ドラマにラブストーリーはね、組み合わせはもうめちゃくちゃ僕は大好物なんで、そうなんですよ、いいですね、はい、なのでまだ見たことないという方もいらっしゃると思いますので、一緒に見ていきましょう、はい、それでは VTR どうぞ。どうぞ。女の子の友情を描き大ヒットした学園ドラマ少女の世界、楽しそうやな、うん、待望のセカンドシーズンは、セカンドシーズン、おいしょ、おたんげなじゃん、鼻の香りがする。18歳になった主人公マリの初恋物語、ね、え、超年バスの中も地域名多くない？こんなバスないからね。親友のミリソンジと再び同じクラスになったナリでしたが、昔韓国の大学校ってね、学校ね、あら、お仲良し3人組の隣に座っていたのはチュ・チャニャン。あ、왜못들어남의걸보고있는거야。え、かわいらしい、8배면8초小動物、ちょっと子犬系やな、うん、女の子のものも勝手に使うんだね。それもいいや、いや、ここにするだってかわいい。女同士の友情に一人加わったマイペースイケメンチャニャン、恋愛には奥手だったナリに少しずつ初恋の気配が。しちゃうの？大丈夫？久しくあんなこけ方してないよ。そうやで、ほんまそう。なあ、わお、そんなナリは学級委員を任せられるのですが、ね、忙しくなるね。うん、クラスを代表して上の階で騒音を出す5組の学級委員へクレームを入れに行くことに。あらすごい、やっかないで、5組の学級委員がね、スンハさん、なんちゃさったご、우리반애들좀거칠어서난그이마멤버에다맨시다래나고마그럼잘가아히토메보레시쳤다요네이게맨이야사실승하니히토메보레스를나리시고시나리시네진짜됐다요네사키때그래왔어何度クレームを入れても騒音をやめようとしないスンハのクラス、問題クラス、問題すぎるわ。マリのクラスも反撃に出ます。なんか愉快な学校ね、楽しそうやな。これからクラス同士は激しい戦争状態に、一丸となって戦うの、もう一周回ってもう微笑ましてホラーミーや、だって本気で行こうとしてないもん、みんな力加減してるからホラーミーや。いや、でもバット持ってるから、でもバット使ってないやないかよ、持ってるだけで。今の子はガチだったな、髪の毛かっこいいパンって微笑ましい。いや、それもまたあらたにゃ、あら、追いかけてる、みちゃにゃ、ケバ신설을하고있네가、ねえ、何言ってんの、うそくくな、원래그렇게하루종일커、그러는넌언제까지멍멍거릴래、이제사람될때도되지않았니。そんな中、ナリはクラスメートに頼まれ告白の手伝いをすることになるのですが、サノ君、내가정성껏만든선물을전해주는것만으로、サノ君の恋を、ね、それを渡したい、ナリちゃんが応援すんねんな。お、イジョンちゃん、ちょっと。지금이게뭐하는짓이야저거만의시안에왔다어어와승하이제더러워진거봐すると나리와衝撃の行動に。야너지금뭐하는거야아라自分の服が汚れるのに。そうよ、あ、어사노야안녕。근데왜그렇게까지友達思いなんやな。いや、그런것도아니잖아。사실을아는이거야나나리의優しさを知り少しずつ惹かれていくスンハ。よさにね。
저기 지금 시간 괜찮아? 아니요. 急に. ここからナリの初恋が動き始めます. 恋なのに. おしゃれ. 可愛い. 学校の前にあるらしい. ちょっとおしゃれ. ちょっと言ったら自分の? 何? あのさ! やっぱね、さすがだよね. 待ってるもんだって、この子もだって. だ、괜찮은데? そういうことしちゃうよ. まあ、もみよりもあるぞ、괜찮아。どうする？もしここで声来た時に汗臭かったらどう? そんなんもう着るわよ、そんな汗臭くても。 ほんと? 関係ないわよ。 저기 오늘 고마워. 근데 있잖아. 뭐지? 나는 만약 누군가 내가 걱정돼서 그렇게 행동해 준다면 평생 동안 고마울 것 같아. 知ってほしいのかな? あら、どこから出てきたの、あなた? いい雰囲気よ。 따라주지 못해? 하늘 아래 남녀가 유별하거든! あら。 나리야, 나는 네가 친구로서 몹시 걱정해. そうね、やっぱ友情がね。 나리야, 난 네가 남자친구 생기는 거 싫어! あ、そういうことか。 そうくんがとかじゃなくて。 그래, 너 이거 배신이다? 女の友情が大事やから。 そういうことか。 私たち一緒に暮らす約束してるでしょ。 恋か友情か揺れる 18歳の女心。 逆にこの子たち可愛いのに彼氏おらんねんの。一方、裕福な家庭で育つクラスメートのチャニャンは母親との問題を抱えていました。 家族から孤立し、ずぶ濡れで街をさまようチャニャン。ここで？そこへ現れたのは誰かしら？誰？あら、チャニャン！来たよ。またまたこの子さ。ねえ、俺、この傷ついてる時にこんなことされた時の。ねえ。 しかもこのナリ、この濡れた子犬みたいな目しやがって。ほんまに。うわ、もう、こういう子ナリちょるな。もう、こんなケンカしちゃうやん。確かに。ナリの優しさに惹かれるチャニャン。メラメラしちゃってるから。初恋を巡る三角関係の行方は。 なりちゃんでもめっちゃ可愛かったね。てかいい子、もう誰がどう見てもいい子やし、大人の恋愛っていうよりはほんまに学生のなんかウブな感じの、そのすごい初恋っていうのがぴったりな。わかる。お先読みができちゃうぐらいちょっと可愛らしい恋愛、初恋なんやな、次何が何するってなんかこう予想できるようなね。今出てきた中で一番好きなシーンとかやっぱりありましたか。なりちゃんとスンハくんがまあこうイチャイチャしてる中、後ろから出てくる。 出てくると。そこが好き。あんなケミって。そう、あんなケシーンとしてた状況でどうやって後ろに入ってきたんだろうっていう。ってなったと。そう。あら。だから赤ちゃんは？それこそほんまにこのパーカーをかけてくれるとかってさ、めっちゃ王道で、めっちゃベタやんか。だからさ、私は、あのシャドウと、それこそ車とかで危ないってやられるのとかめっちゃキュンってするタイプな。でも頭ポンポンだけはほんまに気持ち悪いからやめてほしいってなる。あくまでも個人の意見。そう、あくまでもね。けど、頭ポンポンとか、それそこまでやられるとちょっと違うねんけど、その、さりげない、なんか寒かったらパーカーを貸してくれるとかって。それと一緒やね。あんたが頭ポンポンとするのと一緒で、多分自分は、あ、そこでさりげない。パーカーをかけるのがもう分かってる
黒やん。それはもう完全やん。パーカー貸してあげるのも黒やって。いやいやいや、そんなこと、いや分からへんけどかもしれんけど、でも別にそれはそれでいいよ、うん、じゃあいい範囲なんやな、うん、だからもう車とか着ててもなんか危ないっていうので、危ないってしてる自分に寄ってても別にいいからしてほしいって感じ。なるほどね、うん、誰が一番好きでした？まあ、佐野くん。あ、佐野くん、まさかの。佐野くん応援したい。え、佐野くんのどういう部分？佐野くんのなんかちょっとなんか声できひんから、ちょっとナリ助けてやみたいな感じで、ナリちゃんをね、こう
なんか頼って佐野くん自分似てるからとかじゃなくて佐野くんに失礼やんか。本当そう似てるって言われる側のほんまに気持ちを考えてほしい。そうやって言うからそういう感じになるだけ であんたがそれ言わんでいいね。ポジションの問題やんか。ポジション佐野くんみたいなポジション僕普段学級委員というか学校の中におったそういう系じゃない。なんかえぇ、ー、俺素直かと思った。どこが勘違い。めっちゃ勘違いしてる。男の子2人出てきましたけど、うん、スンハくんとチャニャンくん、どっち派でしょう。チャニャンくんでしょうね。もうVTR の途中でチャニャンくん出てきた瞬間にもう可愛いって言って、何って言って言ってたから、もうチャニャンくんもろそうよな。もうね、まあ顔ももちろんそうなんですけど、やっぱこう何か抱えてると自分も、うん、ちょっとなりちゃんっぽいところがあるんですけど、ちょっと守ってあげたく、はい、なりちゃんっぽいところがある、はい、うん、やっぱり本当なりちゃんっぽく言わせていただくと、なりちゃんっぽく 言うというか、はい、同じなんですけど、すごい守ってあげたくなっちゃうタイプ。あ、そうなんや。かわいい。でもなんかさ、普通に多分パッて見てるところで言うと、そのスンハ君に行くんかなって感じだったけど、チャニャン君ももう女の子が好きな要素しか詰まってなくない。確かにグループに入ってるから、うん、そういう目で見れないみたいな感じだけど、うんうんうん、ちゃんと男じゃん。わかるわかるわかる、うん、女の子が好きな要素が詰まってる男、うん、なんか普通にスンハ君行くんやろうって思ってるけど、私はチャニャンはめちゃめちゃあり。あーわかんの、ね、でも最初のなんかそのナリちゃんのやつをこう使ってた時に、そのいいじゃんみたいな、うんうんうん、なんかどいてみたいな、ナリちゃんが言っても、うん、うん、ここにいるみたいな感じで、そんなやめてほんまに思い出してキュンキュンすんのガチやん。だってガチやん。どうする、家帰ってチャニャン君おったら。なんでも一緒にご飯食べる。なんじゃそりゃほんまに。ちなみにあのパーカーをそれこそ私もキュンってするって言ったけど、うん、そういうなんか男の子にドキッとする瞬間ありますか。え、酔ったって言ってこうやって触られる。は、何を言ってんのお前。酔ったって言って触られてキュンってする。あ、学園ものの方がいいです、ね、そうですよね。これはあの純粋にやってますんでこちら。そんな、はい、授業中に酔ったはないもんね、うん、何やろ。酔ったって触られる。酔ったはないか。ごめんなさいごめんなさい。自分の体験出すぎた。もうちょっとごめんなさい。もうちょっと純粋にいこう、ね、はい、ちなみになんか初恋の思い出あります、ね、やっぱりね、僕はやっぱ小学男子。なんであんたの初恋の思い出なんか聞かなあかんの。シンプルに別に興味ないかもしれない。割と田中がの方がいいかな、うん、割と興味ないかも。あ、ちょっと別にのそんな初恋のキュンキュン。じゃあそんな言うやん。あんたしゃべりやん。あんたが言ういやじゃん。でもそんな言わんとんでしょ。最初から言わせてよ。じゃあどうぞ、ね、一応言っとこう。一応ね、はい、やりました。なんかそのね、うん、女の子好きだったから、そのやっぱわざと女の子を泣かしちゃう。なんて言ってた。いや別に好きじゃねえし、お前のこと全然可愛くねえとか、もう真逆なことばっかり言ってた。あー、もうほんまに典型的なタイプやったんや。そう、もうそれで、ね、泣いた時に後悔すんね。もうお母さんに言うから、もう先生に言うから、あの声、もうそのセリフが怖かった。何やねんその初恋は。ということで、まあいかがだったでしょうかって感じなんやけど、この後どうなるかってことやな。そう、もう15分じゃもう全然足りん。そうね、やばもうやっぱフルで見やな。いや、そうね、これはマジで分からんもんね、うん、なんかどうなると思いますか。ちなみにやっとね、チャニャン君もナリちゃんが多分スンハ君に好きだなっていう恋を抱いてることをチャニャン君は知んねんけど、でもやっぱその恋を応援したいから、うん、じゃあ無理してチャニャン君は違う女の子と付き合おうと頑張るの、うん、でも結局無理な、なりちゃんしかってなって何やその遠回りだ恋愛は。いやでも私はこれでスンハ君に行ってほしいなっていうのがあるけど、うんうん、ここでチャニャン君に行ったらめっちゃ面白いなと思う。なんかその、そっちのパターンもあるんやってなるから、別にスンハ君に行ってくれたらもうそれはそれでもう最高やん。確かに、どう考えても形としては一応綺麗なね、うん、だから別にどっちに転んでも、うん、なんかまあね、そうなんよ、ね、どっちに転んでも別に応援できる。なんない、うん、そう、分かる分かる分かる。ちょっと楽しみやね。楽しみ、めっちゃ見たい。はい、ということで、まあこれもね、アベマで絶賛配信中ですので皆さんぜひご覧ください。バイバーイ。突然の別れ。